早やと港は、鹿児島県霧島市にある地方港湾。港湾管理者は、鹿児島県。浜野市、浜野市港とも呼ばれ、周辺の地名にもなっている。鹿児島湾に面した港湾である。1223年の記録によると、小当たりの津、姫木が、裏とも呼ばれていた。江戸時代には、浜野市村を名乗り、1889年の、 町村政志向に伴い最国分村の大技となった。現在では大技早戸町、正隆の一部となっている。近くを国道10号が通っており、湾口部には早戸道,道路の橋が架かっている。毎年10月に開催される霧島早戸浜下りでは鎧兜をつけた武者行列が鹿児島神宮から浜の島で練り歩く。パンに薩摩揚げを挟んだ。 浜野市バーガーが名物となっている。2015年度の発着数は2隻である。古くから使われてきた港湾であり、サッパン休憩雑録2548年3月、本ン忠し親の関わる戦乱で、土井氏式敷根市、巡る修羅に焼き討ちされたという記録がある。また、上井閣県日記には、1583年から1586年にかけて、 上井閣圏がここから上陸したことが記されている。文六年間に島津義久が福間城を築城するのに合わせて港湾整備が行われた。1704年には東大寺大仏殿高領が寄港している。1866年には坂本龍馬、お竜夫妻がここから上陸して霧島山へ向かった。明治時代に入っても鹿児島湾北部における 交通の要衝であったが、鉄道や道路の発達により現在では静かな漁港となっている。2000年12月から、鹿児島湾オーブにおいて、火事機構の機能を分散させるために、早戸港に2000トン級貨物船が着岸できる水深5.5メートルの岸壁をニバース整備する工事が開始され、2009年度に完成した。ありがとうございます。